今月13日まで開かれていたソロプチミスト夢を生きるアートコンテストの表彰式と萩生保育園へ金一封の贈呈が12日赤金ミュージアムで行われました。国際ソロプチミスト新浜みなみは新浜市内の幼稚園保育園へこれまで15年間にわたり絵本購入資金の援助を行っています。今年は萩生保育園を対象とし絵画展開催と図書費の贈呈が行われました。はじめに会長の桑田恵子さんがこれからもたくさんの絵本を読んで感性を磨き表現の世界へチャレンジしてほしいと挨拶、その後園長先生へ図書費が贈呈されました。また夢を生きるアートコンテストでクラブ賞を受賞した萩生保育園の三浦真宏ちゃんへも図書カードと自由画帳が贈呈されました。大好きなお母さんの笑顔を思い浮かべながら描いたという三浦真宏ちゃん、子供らしい伸び伸びした絵のタッチが決め手となりクラブ賞となりました。他にも動物や恐竜など色とりどりの明るい絵、新居浜南高校生による憧れの女性や憧れの職業を描いた作品、同時に人身売買防止や児童虐待防止、デート DV 防止の啓発パネル展を13日まで開催してきました。今後も国際ソロプチミスト新居浜南として市民の意識改革に努めていきたいとしています。